ません。北区長の件で、その市長選出言葉という方が取り沙汰されてますけども、それ以前にその、区長としての職務というか、昨日の会見でもですね、もともと任期を満了するつもりはなかったというふうに明言されてまして、それは面談の時に伝えたということだったんですが、それは聞いてません。事実じゃないです。それから僕が遺留したということも事実じゃないです。人事評価については僕は言いませんけれども、任期満了まで、するつもりじゃなかったということは聞いておりませんし、僕が遺留をしたということもありません。もし任期満了まで仕事をしないということを僕が知ってたら、北区長には任命はしておりません。ただ評価はもうちょっとね、これは組織上のことなので、人事評価のことですから個別のことは言いませんけれども、対立候補で、立候補してくれば、その点については一政治家として、お互いに論戦する、立候補者同士として候補者同士として、その点はしっかりと中川さんの評価についてはしっかりと言っていきたいと思います。これまでの評価以外に、この1ヶ月間職務代理者を置かなきゃいけないことですとか、その予算編成時期に、その時期に急に、辞めるというふうになったことについては上司としてはどういうふうに考えますか？予算編成というのはね、議会に提出するまででもほぼ首長といいますか、トップの役割はほぼ終わりです。で実際にじゃあ議会に出て、何か論戦してるのかっていったらそんな状況もないし、そこにまとめるまでが重要ですから、企画もきちんとまとめた後ですから、そこは問題ないですけど。